なんか BGM でん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 でお？チラリ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 降りてくるです。僕といえば安定の生足でございます。こいついっつもこれは履いてるのかって話ですよね。オタクの皆さん、今回は僕は何も履いておりません。生足です。履いてなくていいです。変態じゃん。よかった、今回履いてました、ちゃんと下まで。これはもう女の子も男の子もみんな大好きな、なんていうか、これパジャマっていうのかな。よく気づいたね。あ、そっか、見えてるか。そう、今回ってか僕のルームウェアはボーダーに、ここからチャックが開いてるということは、お腹が出すか。うん、今回お腹出てません。ちょぴっとだけ出てるけど、おへそは出しておりません。あ、大丈夫、僕これ、あ、僕今回、あ、キャミソールを着てます。中にわ、ちょっとここの絵ずるや。ここの絵ずるちょっとまずいか。で、髪の毛もちょっと見えちゃったね。じゃあ一気にお顔見せます。いいですか、たくさん褒めてください。よろしくお願いします。お待たせしました。新章くるみは今回部屋着です。はい、かわいい、イエーイ。こうでらーん、くるみ初めてのメガネ、そうかけてます。そして、あ、編み込み、そして、うーん、ドカーン、見て、ポニーテールです。ロロードンはロロ、今回あのおねんねスタイルで仕立てました。仕立て上げてくれた。なんていうの、仕立ててくれました。ウインク？近い方がいい？メガネない方がいい？なんかちょっとお姉さん感増したよね。オッケー、ムッとしてほしい。こう？うん、できた。これで全部かな。ムッドウィンク？